2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。愛しき、愛しき主題歌。ああ、何それ。ダメですよ。ポッドキャストなんですから。先週の歌の最後の。先週歌ってたでしょ、なんか。歌っちゃダメなんです。歌っちゃダメなの。多分著作権知らないんですか。え、あのフレーズもダメなの。まあ、何フレーズとか何小節とかあるんでギリギリ大丈夫ですけど、ダメですよ。ポッドキャストが使ってこなくなっちゃうんですよ。ダメよーって。ダメよーって。歌っちゃダメなの。規制です規制。歌ってダメなのこんな下手くそで。キー外せばいい。キー外れてて原型が分からなかったらいいですか。あ、そうそう、音痴だったら、ね、はい、そうです。だからブチクラスもう、だったらいいんじゃないですか。今分かんない。どうしようか、今総長から説教が。はい、多分これ回ってる。もう回ってます。回ってますよ。回ってますよ。まあだから、ライト総長でありますよ。大人さんも中である。そして。ロックソートであるもういいじゃないですいやいや、今もうね、あの歌おうと思ってたのは、あの時の流れがね、はい、早すぎて、その堀内孝雄さんですね、そうそう、ついていけないんじゃないのっていう、そのぐらいの、あの歌のぐらいの切なさを、そうそう、今感じらっしゃるということですね。愚か者と笑いますかっていうところなんですよ。先週の話をちょっとまとめますと、うん、あのサポーター、ブチクラセ問題の話だったら北九州のね、やっぱそれをあのいたずらに規制するのは、その時にはもう残念であると。あのチームの側が、まず1個はクラブやリーグからの、そうですね、規制がね、残念だっていうね、まず平均化してしまうのはやっぱり面白くないですね、ということですよね。まあ、諸説とかいろんなご意見あると思うんですけどね。でまあ僕の論点っていっぱいあるんですよね。これも僕の意見から言わせてもらうと、こういう表現の自由っていうものを取り締まったらね、やっぱあのダメ。でむしろこう楽しくやろうぞやろうぜっていう、やろうぞやろうぞ、ジャグリッシュですか。塩マロですね。やろうぞ。けまりです。急にタイムスリップするんだよ。やべ、平安時代の急にあの神殿作りの急に眉毛があの顔真っ白で眉毛がチョンみたいな人になっちゃった。そう思うとダメだ。個性なんですか。取り締まっちゃダメだよ。そういうの平均化しようとする動きがね。そうでね。その例えばそのブチクラセっていうことにおいては、その方言をね利用して横断幕にしてるということがあるんだったら、これはそのサポーター団体の代表の染岡君っていうのも、染岡君って、まあ、新聞載ってたからびっくりしちゃった、名前も出ちゃったけど、あの染岡君って本当九州理事時代から応援してて僕らと一緒にやってた方なんだけど、まあ、それがまあ方言をねやってるっていうのは地域密着なんじゃないのと、そんなのを取り締まるのはおかしいんじゃないのっていうのは、まさに僕はその通りだと思っていて、もうどん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 ね、あのそういった方言を使っていこうとかっていうことって、そのクラブを愛すること、その地域を愛することに直結してくることだと思うんですね。だから僕らホンダロックであればね、そのいわゆるその会社でしか使わない用語を応援に入れたりとかしてね、そういうところがこう愛社精神だったりとかチームのカラーを出すということになるわけですよ。だって彼らだってコーナーキックの時にこうみんな集まるじゃないですか、選手がこう蹴る側、その時にあのゴール決めようよしって試作腰をしてバッて散るんですよ。いいですね。いいでしょ。ボール用紙みたいな。そうそう、あのコーナー用紙みたいな。生産ラインみたいな。ラインみたいな。そうそう。ゴール決めようよしって言ってバッて散って、その
やるんですよ。フリーキックの時とかでもそのキッカーだけ3人ぐらい集まって、右隅に決めようよしとか言ってパッてこう下腰をして蹴るんですよ。まあめったに決まんないんですよ、ね、故障するだけ。フリーキックの数は多いけどね、そう精度の問題は楽にいかないっていう、そう精度の問題は、仕事はねすごい精度高いですよね。仕事はそれもどうかバカ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 まあそれでね、まあ、ありますよねそういう、そのそうそうで、そういうのをね、じゃあ例えばそのブチクラセはダメだよ、ね、じゃあ、いてまえはいいのとかで、松本山田はケチらせっていう言葉を使ってるんですよね。そうアントラーズなんて歌でやつらを血の海へって言ってるからね、一個一個検閲をかければね、こんなやばい、その非道徳的なことなんていっぱいあって、で僕そうなの、どこが綺麗でどこが汚い言葉なのかという線引きをですね、一体誰がそれを決める権利を持っているんですかみたいなとこだよね。なっちゃう。例えばそんなのさ、わいせつ画像においてのさ、そのどこまでがわいせつかとかっていうさ、そのビラビラの部分が隠れてればわいせつとか、ちょっと気をつけてくれ、あのアップルの審査なんかね、表現はここアップルさんの基準で言ったのよ。今のビラビラっていうのは違いますよね、あのホンダロックの専門用語。そうそうそう、今から聞いてる人もこれホンダロックの、じゃあそのあそこを接待するって意味ですよ、ね、あそこのバリがね、バリがね、バリのとこ、バリ取り8年のオペさんの、バリの前あそこって言っちゃってるんで、そうだめ、こんなコーナーフラッグのあたりですよ、ね、そう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 、コーナーフラッグのあたりのことを言ったんですよね。あのバリがついてる、バリのところをねどこまで隠すかが、隠すか、そうです、隠すかね、わかります、なるじゃない、だじゃあそのバリを隠すその濃さはどうなのとかっていう話になるじゃない、ね、処理の問題です、ね、処理の問題になるじゃない、それは何か人気もかみたいなのあるでしょ。そうだけどそれもね変わってくるんですよ、まちまち時代によって、時代によって日本語から飲んでやめてください、ステレオ放送でお送りしてる、それはやっぱり桜玉あたりの人たちの基準が毎年変わってくる、ね、そうだからね、おそらくだけど、そのブチクラセを審査しているのはおそらくチーム内にあって、でチームも北九州の話ね、北九州もそのいわゆる今お客さんの動員がそんなにない中 で新しい新スタジアムが出てくるときにいっぱい動員をかけたいよっていうところに、やはりあのその該当するそのサポーターグループっていうのはかなりエッジが効いてるグループだから、さっき言ったみたいにピラチンが歩いてきてるような人です、ユニフォームなんか着ない人たちですから、はい、なので、黒いスーツに白襟がバーンって出てましたねみたいなね、そうそう、ね、そもそも北九州の美学って街で歩いてたらちょっと道譲りますみたいな、そもそも北九州の美学って聞いて、北九州の美学ってフレルドリーな美学じゃなくて、相手をビビらせることの方が美学が強い文化なんて、スタジアム関係なく、スタジアム関係なく、じゃなければこんなに暴力団の構想が未だにある街にはなってません。だからそういった意味でも北九州のイメージイコール暴力団になってるから、そういった部分においておそらくもうちょっとクリーンなイメージを出そうという球団の心意気というか、この危機感の表れは分かる、分かる、それはまあいい、だけど僕はここで逆にサポーター側に取って返せば、お前らの言ってることの方が正論、正論だけど、だけどその正論をぶっ、その結局ね、最後はあっちゃこれ俺弁護できないわって思ったのは、スポンサーが最後ね、ホームの最終戦かなんかが分かんないですけど、そのスポンサーが何か言ってる時に、スポンサー紹介か何かやってる時にずっとブチクラセブチクラセってずっとコールしてたんだ、ちゃんとやってた、変わる変わる変わる一人一人ずっとブラメが持ってブチクラセブチクラセってずっと言って、その結局ブチクラセを、あとの商品ブチクラセ、ブチクラセ、ブチクラセって、そうそう、でずっとやってたんだって。でそれを見て、
やっぱこう一般の人たちもそれやりすぎじゃないっていう風に思ったんだけど、思ったらしいんだけど、僕はその場にいないからそういう人もいたんじゃないかという予測ね。結局そこで球団とサポーターが思いっきり溝ができちゃったのね。そうなっちゃった時に、このサポーター側は自分たちの表現をすることを優先したいのか、それともチームを強くしたりお客さんを動員したりするっていうことが主眼であるんだったら、僕はぶちくらせという表現自身を僕はいいと思うけど、じゃあこの場は引くよって、であるツイッターの人からぶちくらせとぶじくらせってすごくロゴが見てる、あのゴーディンが似てるから、ぶじくらせだったらすごく優しいサポーターになるんじゃないかというふうに言ってて、そういうなんかこうトンチで返したりとかね、それとかあの字のところをそのブチのところのチを点々にしてて、ブジクラセって書いてあったらすごく和むよとかね、なんかこうもうちょっとこう返せなかった、起点を聞かせられなかったかなって。で僕も実はまあ、彼らは正面衝突を選んじゃったからね。正面衝突を選んじゃったから、しかもそれが正面衝突ということはクラブも今後その弾幕もそうだけど、そういうことを表現の場合は出入り禁止にするっていう宣言をクラブがホームページにその試合の前から出してたのを分かっててやってるから、つまり出禁にしてみろとっていうふうに正面からぶつかってたっていう印象は与えるのは分かってて、確信犯としてやってる。だからね、なんか追い込まれたね、あの士族、不平士族がね、なんかこう反乱を起こして、結局武士とはこうだっつってね、結局政府軍に撃ち殺されちゃったみたいなね。結局自己顕示欲。そうなっちゃう。そうなっちゃったっていう。そうなっちゃう。そこは構えないなと思ったの。で僕は実を言うと、この弾幕で一回揉めたことがある。プロレタリアの鉄槌っていうのを、鳥取のサポーターからクレームが来たと、ね、ではこれはちょっと下ろしてくれと、一回下ろしてくれって言ったときに、JFL のホームだよ、ホームの弾幕でプロレタリアの鉄槌って書いたやつを、上げてたら、鳥取のサポーターからあれは、過激すぎるというか、そのいわゆる J リーグを上がろうとしてる人たちだけを特定してやっつけちまえよっていう、そういう危険なメッセージじゃねえかっていうふうに、それがね、笑っちゃうのがね、まあ額がねえんだけど、プロレタリアの意味がね、プロっていうついてるから、プロチームって思ってるみたいな、すごいアホでしょ。まあまあいいんですけど、でその華やかじゃないねっていう意味で来たってことですか。そう、それで一回下げてくれっていうふうに球団が切って、球団っていうか会社から切って、それで結局俺で、俺その時にいなかったから、現場には現場になくて下げちゃったんですよっていうのを事後報告で聞いたの。それ切れたんですよ。で俺ブチ切れて、ブチ切れて、でサッカー部になんでやっていう話になって、相当がブチ食らせと、はい、でサッカー部に言ったら、いやその社内でもちょっとあれは過激じゃないかという話もあるそうなんだね。でその街頭のサポーターからクレーム言われてるので、一度精査するから下ろしてくれっていう意味であって、一生下ろすなという意味ではないという、このまま引くよっていう話。だから鳥取がまだ JFL にいる頃が2007年とか2006年とか10年ぐらい前の話。それ でその時に俺はこれ上げさせなければ、ね、これは表現の自由だから、表現の自由をあの勝ち取るために裁判やりますって、会社にやりますよ、やりますよ、で弁護士さんの住所と電話番号を書いて、この人から連絡行くからねって言ったら、すげえ軟化して、ちょっと待って平野、ちょっと待ってっつって、ちょっと武蔵野のさ、あそこの体育館の前でさ、お前の気持ちは分かる、お前の気持ちは分かる、三鷹の体育館、あそこね、そうそう、武蔵陸ね、武蔵陸の体育館の前のとこで、ちょーちゃんちょっと待って、ちょっと待って、それで、ちょーちゃんちょっと待って、それで、で僕はね、この思いをどういうつもりで出してるかっていうのが分かるし、僕ね、
こんなことが、でもそもそもさ、僕らの世代の、だからいわゆるサッカー部の部長あたりの世代って、プロレタリアの言葉知らないわけない。なるほど。知らないわけない。で60年代安保、70年代安保ですからね。で、そのプロレタリアの鉄槌が、危ない言葉でも何でもないことぐらい、全然分かってるのに、学がある人はみんな分かる。学がある人は分かるわけ。だけど、学がない、その一部の少年たちが、プロチームとプロレタリアを間違えることによってですよ、そういう、なんか、混乱を引き起こすわけですよ。だ結局そこの部分で俺はもう裁判やるぞっつってすごいね、である程度その弁護士の名前書いてそこのこれで内容証明いくからエンターテインメントの自由を守るためでしょ。そうそうそう、うん、で内容証明いくからなっつってしょうもない感情論で、うん、あのそういう自由さが潰されてこっちがやろうとしている、うん、今の話このストーリーは非常に正当性があるのでだからこれモンスタークレーマーとは違います、ね、僕ね実を言うとその本来のねブチクラブチクラセが、ね、その問題になってるのって2ヶ月ぐらい前からブチクラセが問題になってるって話を聞いてたんだけど、ね、でも実際問題言葉狩りを俺しないと思ってたの実はそんなこと言ったってこんなことはシャンシャンで終わるんだろうって思ってたの、うん、だけど実際問題まさかとまさか警察が介入して弾幕を引きずり下ろすことになるというぐらいまで、うん、こんなに揉めると思ってなかったから俺こんなに揉めるの分かってたらもっとね先にねいろんなことを教えておけばよかったと思って表現の自由を守るということが それでこれね憲法で保障されてるんですよ実は日本国憲法でねこの裁判のやり方も10円裁判っつってね名誉を守るため の, あの裁判のやり方あるんですよ10円かからないでそうあるでそういうところからプロ市民みたいなことしてるからねそういう人じゃないよこの人はそういうところから愛するチームにね伊達にね伊達にねあんな格好してねそうですよ俺やってないですよ僕もでそうして僕思うのはどうぞどうぞさっきトンチの話ありましたけどやっぱりそのトンチで終わらせたらいいのになって僕も聞かせたね、はい、このことを前向きに捉えてみんなが生かしていこうとするなら僕はですねあのチームとそういうねあの自分らの売りを巡ってプロレスをしたらいいと思うんですよそうですね全国ニュースに実際になったわけですよねそこまで消化できたら最高のチームですよね大牛市のチームっていうのはもう有名なそういうコンテンツなわけですよねもう柔らかいやり方もあるし例えば僕みたいにちゃんとそういう風な手段を踏んで例えば僕で言えばそういうサポーターの連合でじゃあよそでねブチクラセ的な弾幕を全員一斉に出そうぜね、そうあの栃木の名前でもいいですし京都の名前でもいいですし全部の表現の自由だよってキャンペーンだよって俺そういうトンチに落ち着けばまたねそのニュースもすごくそう展開もね僕はできるなって思って矢先にもうこうなっちゃって収拾つかないもんねあのでしょ実際さっきの話でしょ正面突破しちゃったからもうここまで来るともうもうできてしまった溝はねもうこれは修復不可能もう発砲しちゃってるから両方火蓋が切られちゃってる状態でしかもチャンスだったですよねそれなんかちょっと火種があってニュースになってじゃあどうまとめるのかがですごく未来にもなるし素敵な面白いなんかあの告知活動にもなったわけじゃないですかだからねそこが僕が言ってるその面白いですけどねそこが言ってるその日本に少ない、うんコアサポって何なのっていうところに持っていくんだけど結局ね彼らもそのイエローなんゲートゲートなんとかイエローブリゲートイエローブリゲートっていうんだけど団体名もともとはねあのセブンスウェーブって言ってたのよあの7つのそうそうあのニューウェーブの時はねまあまあそれはもう北九州だったその時はまあ置いといてそれであの該当団体はもう一回言うと該当団体は九州リーグで、一人サポでやってた時に発煙筒をやって出禁になってることもなんか昔聞きましたね、はい、でもあの九州リーグって別に入場無料だから出禁も何もねえだろうって言って結局出禁にも何もならなかったっていうアットホームな話が当時はあったんですけど当時はね当時は温かいニュースとして温、はいはい、かいニュースとしてありました、はい、ただねその結局こういうあの、まあ、今30チームぐらいあるって J1、J2、J3 入れると、52あるじゃん
50あるんだよ、50チームあるんだよ。だけどその多くのサポーターがね、自チームのそのことを切り取ってそこからしか見れてないサッカーって、うん、俺はね、これはね、コアサポじゃないと思う。自チームに対するコアサポであるけど、サッカー全体のコアサポではないよね。僕はね、本当はなんかそういう人をコアサポって呼んでしまいがちですけどね、その毎日自分のチームを応援してとか、それは自チームに対するコアサポであって、本当にそのサッカーを好きなコアサポではないのかなっていう。本当にサッカー好きなサポーターって全体のサッカー像の中から自チームを見ることができるのが本当のコアサポじゃねえかなっていうふうに思うわけ。座標の縦横のシステム知っててどこに置くか、いわゆる俯瞰で見てもう一回自分のチームにフォーカス当てられるかみたいな。そうなったらね、ぶちくらせを押し殺通すことよりもポンチで返したりだとか、周りのサポーターの連携の中で自分たちの表現の自由を勝ち取ったりだとか、もっとやりよういっぱいあるのに、今ながらの正面突破でもう鹿児島県民みたいなチェストみたいな突っ込んでいくでしょ。次元流みたいな、次元流みたいな、わかんないですよ、次元流っていうのはそうなんですよ。チェストですよね。ああいうね、なんかね、一撃っていうね、昔のね、西南戦争時代からね、九州変わってねえから一撃必殺ちょっとこの辺見ますね、まあ、九州人にしかちょっと分かんないですけど、あとは歴史好きじゃないと分かんないですね。そうそう、その辺さ、宮崎県にさ、あの西南戦争って全然関わってないから深で見れるんだよね。芋柄ボクトですからね、芋柄ボクト、どっかで戦争やってる月のようにポコポコ折れる、折れるから弱っちいから、弱っちい鹿児島の宮崎県人に闘志がない、薩摩は違う。それと情報やっぱり客観的な深さ、はい、歴史文化民族の部分ですよね。アイデンティティってやつですからね、はい、だからそういったそこを今のこの2015年に合わせたサッカーのね、そのシーンを感じつつ、やり方はあるだろうっていうね。そう、だから先週話したように、いわゆる僕らがね、熱かった時代のコアのファッションのやつらがもっと俯瞰で見るようにね、しっかりやっぱり若い子たちをね、やっぱりこう僕らとある意味集団ヒステリーだったことの自制だよね。そこをね、やっぱ僕らぐらいの世代のやつらがやっぱり仕切っていかないと、むしろだから青少年に悪いからぶちくらせってダメなんだよっていう風になるんだけど、僕はそのイエローブリゲートがちゃんとね、そのチームと一緒に歩調を歩んでて、ぶちくらせもやる、だけれどもゴミ拾いもやる、あのいろんなそのチームに対する慈善行為もやる、そういう風に、例えばですけど、そのなんていうの、あのイエローゲートに入ってるやつの数人かが消防団の町の消防団ですよっていうのもいいですよ、何でもいいです。あのもっとこう地域に関わってて、そういったところから球団から排除されたらこれ大変なことになるよっていう力を持ってないからそれされるんですよね。なるほど。であの北九州の中に入ってる長岡さんっていうのはもともと鹿島でサポーター対策やってた人です。フロントの方、フロントの方で、僕らも長岡さんが言うんだったらしょうがねえっていうところもどっかあってね、もうね、インファイトのね、数々のあれをさばいてきた人ですからね。なるほど。今北九州にいると、そうやって考えれば、こういう工事を合わせ持って話のわからない人ではないんじゃねえかなっていうふうに僕は思ったりもするんですで、逆に言うとね、鹿島のすごかったところはチームに意見が言えるだけのことをできる団体でもあった。これはいいも悪いも、なるほど、なるほど、力があった、うん、影響力があった、影響力があった、はいはい、チームもそっち の全部無視はできない、そう、全部さえしたら成立しなくなっちゃう。そうだって、やつら出禁にしたら経営が成り立たないの、はいはい、スポンサーだって数社降りちゃうんだもん。すごいね、それもね、すごい影響力、物言える、物言えるサポーターなの、実を言うと、いいも悪いも分かんないけど、これイタリアっぽいよ、ナポリですね、ナポリがナポリですね、鹿島ナポリ説ってだって鹿島のインファイトが出すスポンサーにトステムとか関所とか入っちゃうんだよ。そうだね、インファイトの弾幕にね、弾幕にインファイトの弾幕にトステムって、トステムって入っちゃう。それはなんでなの、だから影響力があるってそれはもうあのね、表裏いろんなパワーが使えるってことなんですか。
金ねえからトステップから金引っ張ってきて弾幕作るからっつって出してインファイトって出してるのにトステップって赤章って入っちゃった。結局そこまで影響力があるからあったからね、できたんですけど、できたことがあって、それは北九州のこのケースの場合はない、北九州のケースの場合は多分ないからそうなっちゃったっていうこともあるんだと思う。これね、いいも悪いも力を持ったサポーターになるべくならどうすればいいかってことをやっぱもうちょっといわゆるチームの怖さを考えるとダメ。自分たちの表現ばっかり考えてたらこれはダメよ。力っていうのは別にあの殴る力とかそういう力だけじゃない、そういう力だけだったところもあるよ鹿島。そうなんですが、いわゆる、巻き込む、引きつける力、総合力、だ魅力も含む、そういうもので、説得力も含む、そういうもので、ね、ぶち食らさなきゃいけないってことですよね。人や物や金、いろんなものをちゃんと融合、引き寄せる、巻き込めるのがそのパワーっていう意味ですね。それを怖さこそ身につけろって話でしょ。反乱軍がパッションだけで反乱してもダメなのよ。なるほど。表現だけでやっても、まあ、結末的に正面突破で終わっちゃうしか選択肢がかけられちゃったんだなって。こっから弾持ってくんだ、戦車持ってくんだっていう、そう説得力、そうですよね。これはやっぱ戦略とかにそういうものがちゃんとないんでね、あ、向こうがそう出てくるんだったらじゃあこっちはこういうふうにして、まあ、要するに落としどころはこうしようとか、今回は引くぞ、次は行くぞとか、ね、最終的に正面突破で型をつけるにしてもその数体、その数の対比として、例えば1対10では正面突破は無理だけど、これが5対10ぐらいまでなった時に正面突破ならまだ勝ちようがあるかもしれないっていうところもあるわけだから、あそこの3000人の中 の、まあ、あの北九州が何人、ね、お客さんいるか分かんないけれども、3000人いたとして、その中の1500人はイエローブリゲートのファンだよっていうところだったら、これはね、でかいんで。なるほど。そうならないうちに正面突破したらね、自分たちが傷ついてね、何が悲しいってね、自分たちの好きなチームを応援できなくなることこそ、こんな悲しいことないから。まあ、次に繋がらないイネジニですからね、俺なんてあれだよ、ホンダロック の、 あの部長をあの裁判ちらつかせるんだから戦略だからね、実際もね、金なんかねえんだから俺、裁判の10円もないんですか、10円もないんだよ。なるほどね。ハリボテの弾丸で相手からすればさ、相手からすれば掛け合いを大砲に見せて、そう、これが駆け引きって駆け引きよ、これは織田信長に、信長の、そうですね、総合力の上げも上手にならないといけないっていうことですよね。もうね、今川義元を破っていく信長と並びますね。まだ今は当時その何、僕が自由勝ち取る裁判を起こすぞっていう話をした時は俺ほんと一人だから、ぶっちゃけ一人か二人しかないから。あとはその、まあ、総統自身も数々 の、 その失敗、戦略の失敗から学ぶ部分もあるし、その他チーム他サポのその時の学習した上でベストの戦略じゃないですか。相当、まあ、エピソード紹介しないですけど、同じ弾幕問題ではですね、天皇杯の時西ヶ丘で大揉めしてるんですよ。その時は若かりち頃なんで勢い余ってですね、当時の日本サッカー協会の会長宛に抗議のファクスを送ってしまってですね、ロック相当、ホンダロックで、でその時は要するに正面突破しすぎてですね、まあ、負けたんですね、相当もね。でそういう経験とかっていうのは身につけば身につくほど、次何かがあった時にはそのいわゆる引き出しというかね、戦略っていっぱい出るから、その過去のいろんな起きた自分の自チームに起きた事例もそうだし、他のリーグ他のクラブで起きてることもいろいろ勘案してから今何がベストかなっていう考える知恵は、それやっぱり視野を広く俯瞰で見てなきゃ気づかないから、そのコアサポが本当に自チームだけのコアだって言ってる相当の話っていうのは
そういう結末になっちゃうのは、それは北九州だけの話じゃないよねってことでね、これは非常に危険だよね。いやもう本当に毎回もう申し訳ないですよ、なんかめっちゃ申し訳ないですよ、これサッカーだけの話じゃないですからね。非常に勉強になりますね、やはり。なるほどね。眠いんだろうね。眠くないっすよ。こういう難しい話すると眠いんだろ。いやいや全然、本当に私心から感動しておりますよ。すっげー。いやいやいや、コーヒー、コーヒー。いやいや眠くないですよ、本当に震えておりますよ私は。なるほど、そのものを言うためにはということですよね。ただその、まあ、僕とホンダロックの関係の中で、僕はもうあホンダロックともう心中しようかなっていうふうに思ったのは、ホンダロックのね、が天皇杯でヴェルディ破った時に1対0で勝った時に、まあずっと J リーグを倒したいという思いでやってきたから、すごいわーって、ね、初めてだもんね、あの時ですね、歓喜の渦の中になった時に、ちょうどその九州リーグ降格してから昇格する時にすごく尽力してくれた社長がいらっしゃって、その社長にありがとうございましたって強くしてもらって、ありがとうございましたって僕が抱きついたんですよ、サッカー部に。そしたらお前が作ったサッカー部だから全然大丈夫だ、お前が作ったサッカー部だと、お前のサッカー部だ、見とけ見とけって。すごい話ですね。で本社のロック社の社長ですね。お前の情熱で引っ張ってきたんだ、お前のサッカー部だって言われた時に、あもう俺このチーム裏切れないと。今でもちょっと泣きそうなんです。最近涙もろいんで浅田真央ちゃんで泣いちゃうんで、相当のそういう、ね、人間味が薄い涙めたで、この放送と好きだな。薄い涙、いや薄いじゃないですよ、うっすら、うっすらとね、当時のことをね、うっすら涙と薄い涙は違うからね。言葉ばかりだ、言葉ばかりだ、表現して表現してやめてください。まあでそれで、まあ、逆に言うと自分の表現よりも、その僕は別に表現をしたくてロック相当やってるわけじゃないなっていうふうに、じゃ表現はあくまでも手段であって、このチームにベストなチョイスをしようっていうふうに大きく革命方針が変わった部分がそこである。だから本当に世の中にいるそのコアサポ、自称コアサポ、僕からするとライトコアサポ、ライトコアサポ、ライトコアサポ、ライトコアサポはその自分のチームをその勝たせるためにどうしていくべきかっていうところをね、やっぱり全体の社会の流れとか何が得なのかっていうのを本当にね、やっぱ客観視した方がいいと思う。突き詰めれば、まあ、そういうことだと思いますが、非常に難しいですね、この哲学を本当に今応援しているサッカーファンが理解し実践するっていうのは、本当にそれぞれが本当に考えなきゃ、本当ね、このまさに今の話を上っ面だけ聞いてやってんだとかいうのもまた違いますからね、なんかね、うちのチームはいいけどあそこはダメだとかっていう、またそれをこう引用してね、相手を下げるためにそういうのとかね、それとかうちはうちのやり方があるんですとかね、よく言い訳で言うんですよ。所詮そんなのね、もう言い訳、これね、まあ時間はね、いい時間なんでね、いい話でしたね。いや、いい話ですよ、ね、最後薄い涙が出るね、薄い涙、薄い涙、まあ、俺の涙がアメリカみたいな。いや、長くなるね、はい、また別の機会に言いたいなと思いますけど、はい、やっぱりサッカーファンってただの金を払う客なのか、一緒に作り上げる人間なのかみたいな、その当事者意識というか、はいはい、ただの客なのかどうなのかというところまでどんどんこうやっぱりその論点というかテーマがそういうところに入っていく話だと思うんですよね、はい、本当だったらエンタメに金を払う客というか、要するに楽しませろって、でそれとそのリーグもクラブもちゃんと成り立ってりゃそんなこと考えなくていいんですよ、ね、俯瞰で考えてっていう話を難しく感じるからこういうことを聞いてる、うん、でもね、でも今の現状サッカーどう起きてんだって見たら、はい、おのずと怖さを辞任するんであればですよ、うん、よっぽど自チーム以外のこともちゃんと知りながら今に必要な何かっていうことを
考えて、しかも実践すること、これはマストだし、すごく難しいだろうと思います。でも、Jリーグ、そもそもね、Jリーグって、いわゆるプロスポーツなのに地域密着だとか、いわゆるその三位一体だとかっていう風に今まで見てたプロスポーツ感とは違う見方を提唱されてるわけよ。100年構想とか J リーグ理念とかっていうのは、だから逆にそこに乗っかんないとサッカー見る意味がない。だったら野球見てりゃいいじゃんっていう話だもんね。しかも日本代表だけ見てりゃいい。そう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 、逆に言ったらそこのテーゼがね合ってないのかもしれない、そこ見れなければ。参加意識がないならっていうね、当事者意識を作っていく意識がないのであればっていうことですよね。かといってね、大分みたいに、まあ、山田もそう、多分落ちるだろうけど、大分も落ちるだろうけど、そういうふうにテーゼをね、そのだけを、はい、その標榜してても、うん、結局は落ちるチームは落ちるんです、うん、その地域のポテンシャルとかお金とかそんないろんな意味で、うんうん、もうそういうのもありますから、それがサッカーだし、そこの部分までもふっくるめて自チームをやっぱり見ていかないと、これ言ってるの難しいよ。これね、いや、そもちろん分かりますよ、もちろん。だけど、やっぱり普段ね、現役のこのサポーター、ライト、コア、いろんな人接しててね、みたいな話になるんですよ、いろんな飯食いながら。なかなかね、難しいんですよ。あの言葉は理解できる。でも、その本当のその精神、実践するっていうところになると、やっぱり、ちょっと足がすくむというかね。だから人は多いよまだね。あのこの試合負けたら降格っていう試合があるとするじゃん、うん、したら飲もう今日は、うん、飲むぞって切り替えること。そうですよね。どう、あのサッカー全然話変わりますけど、サッカー見ながら、うん、お酒飲んでる人、うん、結構少なくないですか。そうですね、ストイックだね、みんなね。なんだろう、野球と比べて、ね、野球は当然そうかもしれないですけど、それ結構そのこと大きいと思うんですよね。大きいですね。カップ持ってビール飲みながらギャップに行くと絶対に層は少ないですよね。だって飛ばなきゃいけないからビール全部出ちゃうもんね。ああそうか、そうよ、そうか。そんなのキリンが応援してる意味ないよね。先週の総長のコメント、あの発言と、はい、これ関連すると思うんですけど、うん、ストイックに戦ってる俺かっこいいでしょか、うん、みたいなのが行き過ぎてるよ。そうそう、うん、確かに応援論、サポーター論みたいなのの打破、しかも自らそれを壊していきながら新しい価値観は何だっていうところで、今のクラブや今のリーグに合ってるものは何だって探していくっていうのは問われてますかね。面白いのがいいな。ね、僕は朝息でこうなんていうの、暑くていいバランスなのがいいですね。だからあの SNS なんか、SNS なんかは割とあのその楽しい、楽しみたいっていう人もサッカーファンにいるじゃない。やっぱりあのブチクラセみたいなのでもやっぱり、ね、マロングラッセとかあるとさ、そういうねケーキをね、スタグルで出した時にマロングラッセブチクラッセとかさ。っていう発想でいけばいいじゃんなんて人もいるんですよ。ね、だけどそういう声もなかなかあのなんだろうな、不謹慎みたいなさ、ツイッター憲兵にすぐ怒られちゃってる人さ、ツイッター憲兵が多いからさ、最近ツイッターもさ、憲兵が多いからよそ様のクラブに口突っ込むなみたいなことも多いしさ、もうだからもうその閉塞感がたまんないからさ、もうズケズケと行きますよ僕は。もう パトロールだからさ、そのなんかこれは某クラブとしか言えないんですよね、うん、あまりご迷惑かけた、うん、某クラブのね、コールリーダーとか団体の対抗とかのね、もう同じゴーラのメンバー内から、もうあなたは試合前、今日は絶対酒飲んじゃダメって禁止令が出されちゃって、あら、そうなんですか。それで一切飲めない、毎日ビール飲んでる大好き人間なんだけども、その日だけはそれをで、そういうな、うちうちのルールクソっすよねって僕は見ながら、サムちゃんの前ではビールを飲みますけど、やっぱりそれってそのなんかこうたたそういうそのなんていうかな、これから応援するのに酒なんか飲んでんじゃねえみたいなね、同じ仲間内から注意されたって、しかもそれを守んなきゃみたいな風に堅くなに守るみたいな、見てると攻めえなっていうね。カヤックスのゴール裏とかマリファナの煙もくもくだったからね。
ニューヨークにね、ケーブルね、レトロスターズの真だ太鼓叩いてるでしょ、プス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 太鼓叩いてるでしょまあそれはまあ一応まああの法に触れますけど日本じゃまあ言い方良くないですけど酩酊状態はお酒のねそうそうそう酩酊状態にちょうどいい見せ物だと思うすごくそうそうサッカーってねそんなさやってもないのにプロでやったことないのに分かるわけないんだから細かいことをなんかちょっとそのニュアンスでねこれだって新橋ね新橋のサラリーマンがよくさ年末になるとさテレビどうですか今年なんつってさ大体おっさんがタオルあのネクタイ頭巻いてさよーいほいとかやってんじゃないあのノリそのまんまスタジアムでやれば超楽しいって多分なるよねあれでいいんじゃねえかなみたいなもっとねこう気軽なるくでもいいのかなカットバスでもいいじゃんみたいな頑張れ頑張れみたいな日本なんですかね、やっぱね、あれがねいや、それだからサッカーのスタジアムの中だけはそれでしょだって野球場だろうが、そうですね、新橋のどこだろうあのサントリーのラグビー部なんで、みんなビール飲ましてくれるあそっか、サントリーだからあまあ、あれか、車で来てる人、公園だから車で来てる人多いから飲めないですか、まあ、みんな飲まない人が多い、サッカー見に来た人はインフラの関係ですかじゃないやっぱ別にですか。それは一人ドライバーはね、ノンアルコールの人がいればいいだけだ。みんな飲みますよね。そんなこと言ったら居酒屋ムサリクなんてイベントは成立しないからね。みんな酒飲みたくて来てるんだから。てかあとそもそもですけど、スタジアムの飲食にビールとかお酒だって出るじゃない。それ売り上げに全然貢献できないよね。そのストイックさって意味ねえみたいなね。そうだね。スタジアムキリンで乾杯なんてキリン儲かんねえんだから。そうだよ。業者さんだってスタジオ見たら飲みたくなるんですよ ね飲むとこっていう感じしますけどねでもライトソーちゃんいつもビール飲みてって言ってるじゃん、まあねうん、か常にね別に試合じゃなくて酒が好きなんですかねいや でそういう人がそういう、まあ、そのただ酒が好きだっていう人がサッカー場だけに行ってゴーラーに入っちゃうとそのいわゆるコアみたいなとこ行っちゃうとなんか それはあの自粛しちゃうみたいなのっていう空気は明らかにおかしいし提言としてはあのマジ禁止マジ狩りしないといいマジ禁止もうリーグがマジを勝っても負けても今日楽しくいようっていうマインドでいけばいいんじゃないですかマジもちろん勝ち負けもマジですけど勝っても負けても楽しかったなっていう時間を作ることにマジであってほしいそうそうそう、ね、最後楽しかったね今日ね帰れないとあと愚痴を面白く言ってね楽しむとかさそういうことにマジであってほしいそうそうそうあのだから負けた負けたっつってイライラするんだけどそのイライラをなんだろうその何かの着火点にしてエンタメにすることにマジになってほしいそうそうそうだから降格しちゃったよ楽しいっていう感じだから来年グリスタ行けるじゃんとかさ来年南花野行けるじゃんっていうポジティブトークがね親切のさガンバのスタジアム行けるぜちょっと今マジになってきて難しいなマジにしまだ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  J3 降格いいじゃん南花野行けるじゃんみたいなまだ決まってないですよね仮なけいや非常に勉強になりました今日は本当に勉強になりすぎてグーの音も出なかったですね。ただ勉強になりました。異論派もいろいろあると思うけど、これ聞いてる人でもそれはちょっとじゃああれメニューそうね。ということで、はい、ライト時間は仕上げたシャライトライト登場でしたと、大人さんもちょでやるもう一回行くお送りしたのは仕上げたシャライト私ライト登場と大人さんもちょでやる真のフットボール革命の指導者、はい、ロック総統であるお疲れ様でした今週この決勝せよこれは革命である